会津体育館、チャンピオンタイガーマスクの入場であります。多くの少年少女ファンが胸を躍らせて大きな声援を送ります。このタイトルマッチも本当に人気カードになりました。さあやってきたアニメの主人公、劇画のヒーロータイガーマスク、今夜この一戦に勝ってヘビー級に転向したい、そう語っております。さあリング上では宿敵最大のチャレンジャーチャボが待っている。もう後戻りはできません。鶴田天竜と並びサンティ時代の到来か。さあ時代がお前を呼んでいる、虎になれタイガーマスク。今ちびっこのファンも夢を乗せて大きく舞い降りました。第17代 NWA インタージュニアヘビー級チャンピオン、これがタイガーマスクです。試合に先駆けまして福島中央テレビ、日本テレビ並びにこの番組のスポンサーより両選手に花束が贈られております。そして今夜は NWA インタージュニアヘビー級選手権試合ですので、福島中央テレビ小針会津支社長よりタイトルマッチ宣言が行われております。 8.31 両国決戦で小林邦明から奪取した NWA のインタージュニア王座、今夜はその初防衛戦であります。これが三千と輝く黄金のベルト。さあその黄金のベルトが本部席へ一時預けられました。大仁田、チャボ、井上、キッド、小林、タイガーと歴代のチャンピオンの戦う男たちの魂がこもったベルトであります。これがタイガーマスク。両選手の紹介であります。タイガーにとっては最大のチャレンジャー、怖い男、実力者です。メキシコの太陽チャボゲレロ。タイガーマスク。オレンジのコスチュームがよく似合います。第17代 NWA インタージュニアヘビー級チャンピオンタイガーマスク。3キロを3日かかって落としましたタイガーマスク、チャボチェゲレロの挑戦を受けております。やっぱりね、はい、体重を落とす場合に、はい、本人の話では決して無理なく落としたと、いうことですが、やはり何らかの影響はありますよね。そうでしょうね、当然のことながらね。それはスタミナであり動きでしょうかね。そうですね、はい。さあ依然として腕固めからキーロックの体勢に入っていますチャボゲレロ。古典的な技ですけれども、この辺にあれですね、旨味が感じられますね山田さん。そうですね、はい、やはり無駄なね、飛んだり跳ねたりの動きをしないということですね、はい、どうでしょうか。このタイガーにとっては初防衛戦ですが、まあ小林邦明からこの悲願のベルト奪取を果たしたタイガーマスク、守る難しさというのもあるんでしょうね。当然そうですよ、これね、取るのも難しいですけれども、はい、取ったら取ったなりに、これいかに守っていくか、はい、それがまた難しいですね。そうですね、特にどこに注意したらいいですか。いや特にね、はい、こういう初防衛戦で難敵と当たる、これはもうタイガーにとっては大変にいい試練なんだけれども、はい、それだけに用心してかからなきゃならない、まあ、それと同時にね、チャンピオンになったらどんな相手とも、つまりどんなタイプの選手とも戦える、はい、うん、ことを勉強しなければダメですね。そうですね、まあこの馬場選手も、その手の親馬場選手もこの守る難しさ、これを体験させたい、このように言っておりました。昨年の 8.26 電源コロシアムで衝撃のデビューを飾りましたタイガーマスク、無敵の快進撃を続けたわけでありますが、今年1月から長州軍との対決により小林というライバルを得ました。その小林とは数々の名勝負ドラマを作り上げてきたんですが、今年6月の21日に武道館においてついに小林に敗れ去りました。以後知事の滲むような猛特訓をしまして、そして8月31日新生タイガーマスクは両国において新兵器タイガースープレックス85で雪辱を果たしましてベルトを奪取したわけであります。今夜が初防衛戦、23歳という若きチャンピオンです。王者の風格も出てまいりました。さて山田さん、この新生タイガーマスク、非常に今シリーズヘビー級との対戦も多いんですが、そういった意味では評価は非常に徐々に高まっていますね。そうですね、つまりパワーアップしてからのタイガーマスクということで、はい、大きな体になって、はい、なおかつ動きがどこまでついていくかということですがね、非常に体に合った動きになってきましたね、はい、さあ両者スタンディングポジションを取りました。シュワッと気合を入れてタイガーマスク腕をホイップ、今度は自分のペースを取ります。さっきの返し、
腕を攻めに来ました。この辺の攻防はいかがですか。まだまだね序盤戦ですからね、はい、今のところ探り合いという感じで大きな技は出ておりませんね。山田さんどうでしょうか、長期戦の予想でしょうか。もちろんね、はい、これタイガーマスクとしてはね、スタミナに自信がありますからね、はい、長期戦でも構わないんですけれども、チャボの出方次第ですね。コブラに入りました密着技、今日は関節技そしてこういう密着技を多用します、チャボゲレラ。かけ方がうまいですね。スムーズに入ってると同時に、はい、体をピタッと密着させて、それでも今タイガーの手が足、そうですね、かかっていますね、かかってますね、はい、必死に外さんとするタイガーマスク。さあこれをグランドコブラに持っていった、チャボゲレロ。あ、なんというテクニックでしょう、やっぱりね、両者スタンディングポジションです、はい、ポンと外されるとまずいんで、あそこで切り返してグランドコブラに持っていった、あのあたりがやっぱりベテランですね。そうですね。さてこの一方のチャボグレルでありますが、1951年テキサス州エルパソ出身の34歳、父ゴリー・グレルは技巧派の名レスラーでありました。長男チャボ、そして次男アーマンド、そして三男ヘクターと三兄弟がミナレスラーであります。もう2歳3歳の時からこの父親の訓練を受けて、まあこのドリーテリーのあまりの教室にも学んでいまして、まあプロレス界のエリートということを言えますね。そうですね、はい、まあ、父親がレスラーで後のプロモーターですから、ヒップアタック、これはチャボオリジナル技、そして飛ぶのか、チャボ飛んだ、体を反らしてパンチャー攻撃、いいタイミングで決まった、当たりはどうでしょうか。いやー、よかったですね、ただね、まだまだね、これ、はい、序盤戦ですからね、軽いね、ジャブ程度と思っていいんじゃないですか。そうしますと今度はタイガーマスクの逆襲のジャブがあるかもしれません。まっすぐでなくて横向きに当たってましたね。あ、そうですね、しかし確実にヒットしましたチャボゲレロ。むしろ私はヒップ攻撃の方を評価したいですね、なるほど。あれはダメージはどうなんでしょうか、ヒップアタックというのは。出会いが広がって怖いですよ。なるほど。さあ今度はラフ攻撃に転じてきたチャボゲレロ。ラフも素晴らしいものがありますね。そうですね、非常にね、瞬発力がいいですね、はい、さあちょっと押され気味だぞタイガーマスク。自分の周りを取ってリングの周りを徘徊しました。ちょっと小休止を入れましたタイガーマスク。さあここはチャボのペースだ、どうだ、カニマサミ、そのままそのままなんだ、おラメロスペシャルの体勢だ、これも得意技だ。さあこの辺でチャボのペースがしっかりと見えてきたぞ、高く高く突き上げた、おっとしかし今のは逃げましたか、タイガーが逃げたんですか。多分向こう側ですからね、だけどアクションがあったと思いますよ、はい、そして今度はサーフボードというよりはこの顎を攻めています。背骨ですかこれは、やっぱりね、はい、チンロックとチンロックとサーフボード、背骨折りですね、はい、複合技ですね、複合技。この辺はチャボのうまさ、そしてとマスクに手をかけたぞ、マスクに手をかけたチャボゲレロ、頭を押さえている、マスクを押さえているタイガーマスク、黄金のこのトラカ面を剥ごうというのか、チャボゲレロ。ラフプレーにも出てまいりましたチャボゲレロ。さあそしてエルボーを当てます、タイガーマスクも反撃します、チョップで反撃、そして今度はタイガーマスク空中殺法か、何を持ってくる、さあドロップック、ちょっと当たりが浅かったか。さあそして今度は飛ぶか、どうだ、飛んだ、飛ばからいった、タイガーマスクも空中殺法のお返し。さあ今のはね、両者場外、はい、今のは目の前なんですがね、かなりね確実にヘッドがヒットしてますね。スルッと回転してリングラインに戻りましたタイガーマスク。さあカウント4まで進んだ、さあ追い打ちを狙っているぞタイガーマスク、セカンドロープに足をかけている。さあチャブクレロが後ろ波突きで、あとかなりダメージがあったか、頭の後頭部を押さえているチャブクレロであります。今エプロンサイド、そしてリングラインに入りましたカリフォルニアの太陽チャブクレロ。さあ前半戦はチャボがペースを取ったかに見えました。しかしここでタイガーマスクフライングボディアタック、カウント2で返した。タイガーマスクもようやくエンジン勝ってきましたか、山田さん。そうですね、チャボゲレロ選手がね、はい、意外に早く勝負に出てきたんで、タイガー選手も燃えてますね。そうですね、それでね今みたいな体ごとぶつかっていく技、これはねやっぱりね体格的に上ですからね、はい、効果が非常にありますね。その重みというんでしょうか。そうです、ありましたね、はい。さあそういった空中殺法をどこで出すか、これが一つのポイントでしょう。さあベハ君とライト、おっとフロントスープレックス、チャボゲレロそのまま抑え込んだ。今のはね、はい、間があったから大丈夫ですね、しかしあれ一気に来られると怖いですけどね、そうですね。さあ大技何を持ってくるか、回転エビ小技だが、うまいうまいチャボゲレロ。まあこの大仁田井上
この辺りがなかなかこのチャボの牙城を崩せませんでしたよね、今のね、受け身なんてのは余裕ですね、そうでしたね、あれだけの回転エビをね、すかしてね、もうにっこりしてますね、はい、そうですね、さあその旨味をタイガーマスクどう打ち破っていくか、これも見透かされました、チャボグレロ自爆を誘いました、そしておっと今度は後ろに回ってこういう山田さん切り返し技もちょっとハラハラしますね、非常にタイミングがいいですからね、そしてチャボグレロには足4の字地獄もあります、さあ今度はバックしまった、ジャーマンかジャーマンか、おっと足を吹く、そして今度はチャボがジャーマンだ、危ない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 、カウントツージャーマン合戦も見ものですね、山田さん、そうですね、先手を取られましたね、はい、ラメラスペシャルがあります、ジャーマンもあります、技がいろいろあります、さあ今度はタイガーがジャーマンだ、カウントどうだ、ツーアウト、ットットハットリの手が止まった、レフリーハットリの手が止まった、カウント 2.5、 思わず3カウントを数えそうになりました、ハットリレフリー、さあこの後何を持ってくるか、タイガーマスク追い打ち追い打ち、やめろという声と池という声が相仲ましている、さあタイガーマスクどっちを選ぶか、さあどうだ、ダフライングボディアロックか、カウント2、場内のお客さんもカウントも一緒になって数えます、どう攻めたらいいですか、山田さん、そうですね、もうちょっとね、大技を続けた方がいいと思いますね、ちょっと大技が目立ちますが、あっと小技を出したのはチャボグレロ、ピンキックがね、ピンキック今ちょうど、はい、溝落ちのあたりですね、そしてブレンバスターの体勢か、上から2つパンチを待っておいて、強引ですね、強引に持ってきます、強引に投げた、しかしタイガーマスク救った、逆さ抑え込み、タイガーが小技を出した、カウント3、どうだ、入ったカウント3、入りました、山田さん小技を積み重ねた方がいい、その行った後に小技、逆さ抑え込み、非常にね、いいタイミングでね、はい、この対戦になりましたね、そうでしたね、このね瞬間をね、はい、もうきりと捉えたと、これやっぱりね、タイガーマスク選手にやっぱりあれだけエキサイティングなファイトをしながらも、はい、余裕っていうものがあったんでしょうね、そうですね、一方のチャボ・ゲレロ、チャレンジャーどうでした、非常に素晴らしい動きを見せて、はい、もうぐんぐん来ましたね、このケレミのないファイトにはね、敗れたるといえども大いに拍手を送ってあげたいですね、タイガーマスク初防衛になりました